こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、私も、報道の一端を担うものとして黙っておけないことがありまして、この動画にさせていただきました。今までもね、ちょこちょことお話してましたけども、これはね、見えてない部分でたくさんあると思うんですけども、いじめの問題なんですよ。で、私がね、いじめに対して話すとすると、お前がいじめっ子だったんだろうと言われそうですけども、そういう部分もなきにしもあらずなんですけども、だから余計思うんですよね。どうしてもいじめってのは、なんとかしないといけないなと、元から立たないといけないなと。そしてですね、いじめがなくならないにしてもね、それを見て見ぬふりするような、そういった教育者とか大人たちとか、それから子どもたち、これはなくさないといけないなと思うんですよね。こういう言葉があります。悪人の悪行ではなく、それ以上に怖いのは善人の沈黙だということなんですよ。これね、なるほどなと思うところがあって、いじめっ子といじめられっ子っていう構図は、これは見えやすいんですよね。でも最も危ないのは、それを見てね、気づかなかったというふうに装う普通の人なんですよ。この同調圧力たるや恐ろしいもので、今もね、いろんな感染症流行ってますけども、いや、あんな感染症なんてフェイクだよって言えないような雰囲気作られてますよね。マスクをせずにその辺歩いたら、何の根拠もないのに叱られるんじゃないですかね。あんなこと信じる方がどうかしてると個人的には思いますけども、私もね、いろんな雰囲気を察知して、人にも会わないし、マスクもするし、感染症対策バリバリしますけども、心の中では笑ってますね何も分かってねえのになと。いや、これによくみんな引っかかってるなとは思うんですよ。この辺にしておきましょう。この間は本題はですね、北西中学校というところで、北海道旭川市の北西中学ということが舞台になってます。ここでですね、14歳の女の子が、性的ないじめにあってね、中学生ですよ、性的ないじめにあって、そして自ら PTSD にかかった後に、死んでしまったということです。いや、私はね、これに該当するいじめっ子、もしくはそれを見てみるようにしたものは、生かしておけないと思いますね。もう万死に値するって言葉がありますけども、もうこういう、どうしようもない人間に人権を与えるべきではないかとすら思います。なぜなら、人権というのは約束が守れる人に対して与えられるものではないかなと思うんですよ、ね、世界ではいろんな人権弾圧が起きてます。自分の意思に反して自分の身柄を拘束され、強制労働され、本当に悲惨な世の中あります。でも日本の中ではそんな人権弾圧はないのに、各国個人が人権弾圧をしているというね、国家のものでもなく、軍隊のものでもなく、ゲリラ組織でも何でもないのに、普通の人が人権弾圧をしているわけですよ。本来だったら助け合って尊重し合わなければならない、私たち弱い国民一人一人がね、さらに弱いものを叩くというね、まるでブルーハーツの昔の曲みたいですけども、本当にその通りですよ。この北西中学、担任、校長、そして教育委員会を含め、この口を拭って知らんぷりですよね。個別の事案には答えられないみたいなね、どっかで聞いたようなセリフを言いますけども、これも国会などで多用される言葉が便利なんで使われてるんじゃないかなと思いますし、だからね、この教育現場っていうのは腐ってるんですよね、こういうふうに。だからこれね、どこでも起きることで、いじめにまず気づかない、気づいても対処しない、いじめがあろうとなかろうと自分の人生には関係ないと、そういうふうな、ね、意識の人が教育界にいるんではないかなと思うんですよ。でもしね、これね、本当に問題だと思う先生方がいるんだったら、教育委員会の人がいるんだったら、これを問題にしなくてどうするんだって話ですよ。たまたま自分の身の回りで起きなかったからいいんですか？たまたま自分の人生に重ならなかったらいいんですか？自分と同じ職位の人が確実にこの事件に加担してるってことなんですよ。これも加担ですよ。見て見ぬふりをする、気づかない、何のための管理者なんですか、何のための監督者なんですか、何のために教師をやってるんですか、生徒さんという命を預かって、偉そうにしてるけども命を預かってない、ね、単なる保身、自分の給料が欲しいから、そして自分の将来のことを考えて、自分の人生に傷がつかないように子供たちを犠牲にしてるってことなんですよ。今回のこともね、誰かがやめろと言えば終わったと思うんですよ。でもその機会は何度となくあったのに、自分じゃなくても誰かがやるだろう、自分に当事者意識がないんですね。だからね、学校の先生方ね、10羽一からげに今回はさせてもらいますけども、全員ね、
クソですよ学校の先生は。みんな辞めた方がいいですよ、意味がない、うん、あのこういう人を作り出してる中学高校、まあ、高校は分かんないですけど小学校中学校という義務教育というね囲いの中で先生は圧倒的な支配権を持って、そして誰を見て見ぬふりして自滅に追い込むか見過ごすか犠牲にするかを、その選択肢を持ってるんですよ。少なくともね先生が身を張って体を張って守れない命なんてないはずだし、そういう人が教育現場に入るはずなんですよね。でこれではね次世代の教育者も育たないですよ。だって小学校中学校が私みたいなものにねボロクソに言われるんですよ。で言われてしょうがないようなことしてるわけですよ。じゃあ学校の先生になろうかななんて思わなくなっちゃいますよね。どん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 質のいい人は個別学習、例えば学習塾だったりね家庭教師になったりとか、それから YouTuber として教育者になったりするわけですよ、優秀な人はね。で優秀じゃない先生が学校にどん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 受け皿として残されていくって形になるんじゃないですか、うん、で少なくともねその小学校中学校で死ぬまでいじめに遭うような人は一人もいなくすることができると思いますよ。いやそれができないって言うんだったら教育者やめなさいよ、先生やめなさいと、いやいじめはなくならないからしょうがないんだっていう自己正当化する人が、まあ、まさにね、なんかこう教職課程を取って先生としての公務員試験を受けてで現場に入る、恐ろしいことですよこれね。殺人鬼が学校にいるのと同じですよ。で生徒さんが死んでしまったのは生徒のせいですか、先生には全く先生責任ないんですかってことですよ。その責任追及も逃れて学校ぐるみで隠蔽して、今回ね校長もそうですよ。本当ひどい話ですよね。もちろんいじめっ子にも問題があるでしょ、いじめちゃダメですよ、陰湿ないじめですよ。でもなんでそんな陰湿ないじめができるんですか。それはそのいじめっ子の環境、大人たちがそういうふうな姿を見せてるからなんですよ。それに尽きないですよね。自分の発想で悪事を働いて、でもそれはダメだよって止めた人が誰もいないと。だったらどんどん進んじゃいますよね。でいじめられた方にしても誰に相談しても助けてくれないと思えば絶望しちゃいますよね。もう自分の価値を見失って、それこそ生きてるのが苦痛になっちゃいます。14歳の女の子、これから恋愛をしてね素敵な結婚をしたかもしれない、もしかしたら就職して自分の能力を開花してお母さんにね恩返ししたかもしれない、いろんな夢や希望があったと思います。その14歳の女の子も生まれた時は多くの人に喜ばれたでしょう。そして希望を持って3歳4歳とすくすくと育っていってね、たくさんお腹いっぱいご飯を食べて、あ美味しいという笑顔を多分周りの人に向けて喜ばれたでしょう。その全てを絶ってしまった、未来もなくしてしまった。で人の未来をそうやってないがしろにする人間が自分の未来のことだけにね人権だとか言うわけですから、で周りの人までそういうわけですから、なんか言葉は尽きないんですけども、このねなんで北西中学お亡くなりになった方もこれね出会う人が変わっていればものすごく大切にされた、ものすごくねもしかしたらモテたかもしれないですしね、お姫様のように扱われたかもしれない。でも北西中学に行ったばっかりに、北西中学に行ったばっかりに、北西中学に行ってそこで出会った環境が悪かったばっかりに死を選ばなければならなかった。これはね他の人はそうなってませんよみたいな制度化は通用しないですよ。一人でも死んでしまえばもうね取り返しがつかないわけですよ。じゃあ同級生の方楽しく過ごせますか、どうでしょうか。あの学校でなんか自殺が起きたらしいよと、その原因を作ったのがあいつらしいよ、みんな不幸になっちゃうじゃないですか、ね、楽しく卒業式迎えられますかね。いやもう死んでしまった人は死んでしまったんだからということで割り切れますかね。そこまで鬼のような生徒さんたちが通ってるところなんですかね。多分あの時に見て見ぬふりしなければよかったなと心を痛めていらっしゃるまともな生徒さんもいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。でこのニュースがなぜかね、私知らないです、テレビ見ないんですけども、マスコミで報じられることがないというところにも闇を感じますね。だからここが私が冒頭に言った、もう先生方はねクソですよと、意味がないですよと、全員やめろと言ったところなんですよ。で本来ならこんな問題が起きていることをねマスコミが取材をしなくても、もう日本全国つつ裏裏の先生方がねこんなことを起こしたらならないというふうに記者会見開くとかね、毎日のように YouTube で誰か先生が喋ってるとかね、当たり前のように起きるはずなんですよ。もうなんかそしらの顔なんですよね。また北西中学余計な問題起こしやがってみたいな、もう完全にいや自分のところではそんなことないですよみたいなね、違う、もう先生教育機関という組織全部同じです、ね、
で義務教育の学校に行かざるを得ないわけですから、普通の人はね。ユタボンちゃんみたいなのは行かんでいいんだみたいなの言えますけども、それこそね、いじめられるような子は、いじめられて本当心に痛めちゃうような子は学校に行くのが前提っていう、その固定概念を持たされてるんですよ。だから、いや学校なんてどうしようもないぞ、行かんでいいぞと、あんなね時代遅れの先生に教わる必要ないぞと、どうせお前がいじめられても見て見ぬふりするようなお坊ちゃま、お嬢ちゃま育ちだそんなとこ行くなと。だったらなんていう、バカでもいいから生きていようぜみたいなね、そんなこと言える人間が誰もいないわけですよ。でしかも今中学や高校に真面目に行った方が役に立たない人間になりますよ。代わりのできる人間しか作らないですからね。個性的な人間はとてもじゃないとできないです。もちろん卒業後にその環境によって、卒業後の環境によって個性的な人間に育つ例はありますけども、在学中に個性的な人間はできない。そういうね、1万人中1万人が全部同じ人間を作るようなマシンを作るのがね中学高校ですからね。少なくとも教員はそのことを守らされて従事してるわけなんですよ。じゃあ個性的な人間作ろうねとかね、じゃあ将来自分のビジネスやっていこう、 YouTuber になろうみたいな、そんなことを言える先生いないですからね。言ったら言ったってそれはね職員会議もんですよ。でそういうとこじゃないんでね、まあいろいろと勝手なことを申し上げました。私もね別に学校の内部にいるわけじゃないんで勘違いもあるかもしれませんけども、まとめて言えることとしては、中学に行って死んだどう思いますかってことなんですよ。中学校の先生、小学校の先生、学校に行ったらいじめにあった、もしくは自分がいじめっ子になっちゃった、両方ともこれ教育機関のせいですよ。教育委員会であり中学校、誰が監督してるんですか、誰が管理してるんですか、誰が校長なんですか、誰が担任なんですか、どういう気持ちで教師を志したんですかってことですよ。生徒の命なんてどうしようもないと、いや本人が死にたかったんだから死なせてあげればみたいな、そんな感覚で先生でいるんだったら即刻辞めるべきだと思うんですね。もうそれこそねいらないですよね、小学校中学校とか。もう誰一人行くべきではないと思いますよこんな時代になってしまったんだったら、小学校中学校に行って優秀になったやつっていうのはそんなにたくさんいるんですかね。で少なくとも私のようにね、40からネットビジネス始めて、まあ隠居というね暮らし、毎日こうやってねダラダラと勝手なこと言って暮らしてるような、こういうふうな人生を小学校中学校真面目に行って見えますか ね。小学校中学校真面目に行かせて、どっかの自分親でも知らないような会社に就職せずと思ってるんでしょ。怖くないですか、他人に預けることって。だから会社でもパワハラとか起きるんですよ。だってパワハラとかが起きることを予見できないようなところに就職させるために協力してるわけですね、やっぱりね親もね。だからどうせ就職させるんだったらさ、自分の作った会社に就職させればいいと思うんですよ。ということでね、いろいろとぼやいちゃいましたけども、まあ痛ましい事件でした。そのことがちょっとね言いたくてね、他の方とは違う切り口でちょっと動画作ってみました。いろいろと人の感情逆なでした面もありますけども、自分でもねそういうふうに感情が揺さぶれるぐらい本当に悲しい事件だなと思いましてね、今回動画にさせてもらいました。この動画を通じて一人でも多くの方が今回の悲惨な事件のことを知っていただければと思います。動画概要欄に誰の動画か分かりませんけども、まあ、適当に見つけたね URL を貼っときますので、あとはご自身でリサーチしてみてください。旭川なんとか中学でしたね、ちょっと中学名も忘れちゃいましたけどもね。ねえ、鬼畜の商業旭川いじめ事件ですよ本当にね。北西中学なんて言っちゃダメですよね。少なくとも中学校に行くべきじゃないと思いますけども、北西中学は特に行かない方がいいかな、うん、ひどいところですよ。この死亡率が上がりますよ、お子さんの実際そう起きてるわけですから。なんとかこの学校はねちょっと廃止して、じゃないと優秀な方までこういう目に遭っちゃうんじゃないですか。優秀で頑張ってらっしゃる方もなんか足引っ張られてね、それを見て見ぬふりする先生方がいて追いやられちゃうんじゃないかなと思いますね。まあなんか気持ち悪い事件ですね。皆さんも考えてみたらいいんじゃないでしょうか。